おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年2月17日です。砂塚守忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。善くん、かんくん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直くん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。旅はいかがだったでしょうか。なんかね、そう、石川に出かけてたって言ってたからさ、ね、結構な雪を見てきたんだと思うんですけど、なんかメッセージいただきまして、雪についてちょっと疑問に思ったことがっていうお話をされてたんでね、ぜひ質問とか、そう、気になったことがあればお待ちしております。まあ雪が専門かって言われたら、専門ではないですね。専門ではとは言わないですね。と、気象学っていうのをやっている時に、研究論文をまあいろんなテーマで書くんですけど、雪雲に関わるところで論文を書いた僕が、メインの書き手になって書いたことがあるかないかで、専門家かどうかがまずね、最初のラインがあるんですけど、それをしたことはないです。ただまあ他のお友達とかお知り合いが書いている論文の共同研究で一緒に書くみたいな、あとはお手伝いするとか、そうですね、なんか雪をそれこそいろんな場所に出かけてって、結晶の形がその石川県と新潟県と北海道で雪の結晶の種類が全然違うんですよ。それも気温が違うから、湿度が違うからとかっていって、いろいろな条件で変わるんですけど、そういうのをなんていうの、写真に撮ってですね、データにまとめるみたいな、そういう作業ってすっごい泥臭いので、まあ、そういうお手伝いをしたり、そうですね、あとは、まあ、やっぱりそれが一番多いかな。雪になる前のあられとかは特に形がはっきり目で見えますよね。あれ、あられの形ってちゃんとよく見ると、ちゃんと形があるんですよね。ただの丸じゃないんですね。で、なんでその形になるかは、空から落っこしてくる間にこういうことが起こっているっていうのが全部あの形に詰まっているわけなんですけど、まあそれ雪結晶もそうなんですよね。だからそういう、なんだろうな、ストーリーをもう地上に落ちてきた、舞い降りてきたものの形から逆算して、空の上ではこういうことが起こってるだろう、これぐらいの寒さだったはずだ、これぐらい湿っていたんじゃないかとか、なんかそういうことを逆算して紐解いていくっていうのが雪の研究の、まあ、ずっとなされてきたこと で、世界見渡した時に日本ほど雪が降る場所って実はほぼないんじゃないかな。新潟は豪雪地帯とか言いますけど、石川も相当降りますよね。で、多分行ったら銀世界だったと思うんですけど、日本ほど雪が降る国で、そう、まずないんじゃないかな。寒い国はありますよ。寒い国はあるんですけど、雪が降るには寒いだけじゃダメなんですよね。その風が吹いてくる向こう側にちゃんとあったかい海がある必要があるとか、その条件があって、なおかつ、まあ陸地に日本の陸地に入った後でちゃんとこう、なんていうの、しっかりした山脈があると、まあ、そこに風がぶつかって雪雲ができてってなるんですけど、
そんな条件整ってるところってね、うん、ないんだよね。ないです。ないって言い切っていいと思う。だから雪の量としてカウントすると、まあ圧倒的に多いでしょうね、雪で。なおかつ、雪結晶のバリエーションみたいなもので言っても、まあ、南北に長いからすごく気温がめちゃくちゃ北海道みたいに低くて降る雪の結晶と、石川県の方と、まあ、全然緯度が違うから、その落ちてくる雪の結晶の形全然種類が違うんですよ。だからね、なんかそんなバリエーションもあって、まあとにかく雪結晶レベルの話っていうのは、実は日本はこう世界で唯一の場所なんですよね。まあだから一番その日本で気象学がまあこれほどまで盛んになり、っていうことの一つの理由は、まあ雪があるでしょうね。で、まあ僕が大学生の頃に、これ気象学もいいかな、やってみようかなって思った理由の一つがですね、中谷吉郎っていう北海道大学の、まあ、先生だった人で、まあ、気象学の、まあ、なんだろうな、一番最初の基礎というか礎を築いたような人なんですけど、知ってる人いますかね。中谷吉郎さんっていうのは石川の、福井だっけな、あれ香川福井だっけ、石川じゃないか、福井かもしれないな、香川の前ですね。まあだから そちらのご出身なんだけど、東京大学行って北海道大学の先生になってみたいな方なんですけど、まあその世界的に有名な雪結晶の分類で、中谷ダイアグラムというですね、雪結晶を分類した、まあ、とある有名な図があるんですけど、それも世界中で気象学者で知らない人はいないみたいな、そういう感じのものですね。そうだから、なんか僕はそこに、なんだろうな、気象学を始めたルーツみたいのがあるので、その中谷吉郎さんの書いた随筆なんですよ、があって、で何冊かあるんですけど、それが僕の父親の書斎にあって、でそれを手にしてなんとなく読んだみたいなのが、意外と今思うと気象学に入っていくきっかけの一つではありましたね。なんかその最初から気象学者になるぞではなかったけど、まあでそんなこんなで、その雪が専門かって言ったら専門ではないんだけど、僕にとってはまあまあそのそれなりにきっかけでもあり、現場を手伝ったこともありみたいな感じで、そういう意味でいくとね、愛さんが、まあ、何を疑問に思われたり興味を持ったりしてるか分かんないですけど、そのなんだろうな、こう純粋に不思議に思うこととかすごく僕は興味があって、なんていうか初心に帰るじゃないですけど、でもね、雪で興味の入り口かなりいろいろで、そのバリエーションがあるので、やっぱりどんな話であっても僕は食いつける自信があるんですよなので、はい、投稿をお待ちしておりますというふうにね、お答えしたんですけど、まあ雪だけじゃなくてね、いろんなことがあったと思うので、いろいろ教えていただければなと思います。あかねさん、おはようございます。なんだ、善くんのさ、大人の暴言を言ってはいけないと。すいません。
その通りですねって思ってる大人は多分たくさんいると思うんですけど、いやそうだなと思って、僕もね気をつけてはいますよ、いますけども、言ってしまうこともあるよね、まあ暴言っていうのか分かんないけど、声を荒げてしまうみたいなねことですよ。で、善くんはさ、こうなんていうの、自分が怒られてるわけじゃないけど、観察、大人を観察していて、それは言わない方がみたいなことを思ってて、コントロールするにはどうしたらいいんだろうみたいなことを思ってるっていうのを、なんかすげえそれもわかるなと思って、僕もなんかまあ小中高大学といろんな先生に教わってきましたけど、なんだろうな、まあ全部が全部好きな先生ばっかりじゃないじゃないですか。で、じゃあなんかそのまあそんなに記憶に残ってない先生、なんだったらめちゃくちゃ記憶に残ってんだけどめちゃくちゃ嫌だなと思ってた先生とか、まあ、先生自体がやっていうよりは先生にああいうことを言ってる先生がなんかもう嫌な感じだったとか、どうなんかなみたいな思ったりとかあると思うんですよ。でこれはでもなんかそのかつてのいろんな先生を思い出した時にこう思うのはですね、なんかこういうふうに前に立つときは、こういう人間でありたいなみたいなことを思うときに、なんていうのかな、材料になるっていうか、これは言わない、これはしないで、それをこう取り除いた条件の中でどうありたいかはこうするっていうふうに多分自分の行動って決まってると思うんですけど、でその時になんかそのなぜが嫌なのか、どうありたいのかみたいな時話を自分で考えた時に、やっぱりその前に立つって結構大変なことなんですよね。目にさらされるっていうかさ、その一部の人にはさ、それこそどんなにこう良かれと思って振る舞っても、一部の人にはなんだろうな、あれは嫌だとかどうなのかなとか、ってね、こう引かれる場合もあるし、まあ逆に一部の人にはそれが刺さったりすることもある。だからなんかその全員に好かれることは不可能なんだけど、なんか嫌われたくない欲というか、それって結構強くて、だったらもう前に立たない方がいいじゃんって逃げたくなるなんじゃないですかね。でそれってまあ実はこう見えてもめちゃくちゃあるんですよ僕は。こんな毎日毎日前に立ってるといえば前に立ってるわけですけど、これは要するになんかその前に立つ、ステージの上に立つトレーニングだと思うんですよね。なんかそれって小さなステージに日頃乗るようにしてないと、いきなり大きなステージにボコンって上げられるから、で観客がいきなり100人とか、まあ30人でもいい、多いわな。だから急に怖くなるんですけど、まあ、まず 2,3 人のところでステージに上がるっていうみんなの注目を一心に浴びるみたいな、小さなステージをこう日頃こなしておかないとですね、それはいきなりは無理だよと普段走ってないんだからいきなり大階段駆け上がれないですよねっていう話になっちゃうんだよね。何の話だっけで、そうそう、なんかその前に立つっていうのは誰かにどこかで好かれることもチャンスもあれば、誰かにどこかでちょっと嫌だなあれっていうふうに思われるということも受け入れる立場に立つってことじゃないですか。でその時に
ゼロからいきなりそのステージに上がるっていうよりは、そもそも自分の目の前でステージにずっと立ち続けてくれていた先輩方が、あの歴代の先生たちだと思うんですよ。先生たちって、まあ、小中高大の、あの合計僕はね、何百人の先生にお世話になったのかちょっともう覚えてないけどあのまあもちろん好きな先生、嫌いな先生、いまいち記憶に残らない先生も含めて、全部なんていうか、あのお手本だと思うんですよね。でその材料を僕の頭の中でこうなんていうか混ぜて、できればこっちサイドには寄らないようにしようとか、舞台に立った時にこういう振る舞いだけは避けようとか、そういう条件から周りを埋めてって、で残った条件の中で、まあ、これとこれとこれの要素だけはあのできるだけ成立させるように、あの前に立つ時にはあの振る舞いたいなみたいなのが、まあなんだろうな、そんな考えてやってるわけじゃない、無意識なんだけど、結局そういう風になんていうか、あの自分の振る舞いって決まっていくんじゃないかなと思うんですよね。だからその特に好きな一人の先生から影響を受けたっていうだけじゃないと思うんだよ。どうなんかなって思った先生からも、じゃあそこは避けようと、でも避けるべきはあの要素だけで、他は自由って思えば割と動きやすくなるみたいな、そういう基準をくれたりもするわけなんだよね。なんかその嫌な記憶をくれた先生あの本当にね、その先生が嫌いなわけじゃない、ただ嫌な記憶が残ってしまうってことはまあ結構あるんですよね。その、まあ、先生もさ一生懸命だから必死だし、で前に立つと本当になんていうの、子供とはいえさ、自分の年下とはいえ、一心にこう視線を浴びて、なんていうの、まあ、ある意味のさこう評価の対象としてずっと立ち続けなきゃいけないみたいな、まあまあハードな話だと思うんだよねそうするとさ、まあね、そのもうそんなに固くならずに、あのなんていうの、フラットに話して授業してくれればって見てる側から思ったりすることあるんだけど、前に立ったらそうはいかないっすよやっぱりねやっぱりそうはいかないんだよね。あの見てるとやるとじゃ全然違うんですよ。でまあでもね、見にも行くじゃないですか、授業参観とかで。でまあ授業参観とかで見に行ったりするとさ、自分の子供のクラスだけじゃなくて、僕もう学校中全部回るのが趣味で、あのまあなんだろうな、授業参観だからそのちょっと気合い入ってる先生が多いんで、あのまあだから余計楽しいっていうか、ああすごいなって思うことたくさんあるんで、だからこういろいろ回っちゃうんだけど、あれ面白いですよね授業参観でさ、あの自分の子を見に行ってる感覚は僕あんまりなくて、実はあのちゃんと手挙げれるかしらとか、あの当てられた時にちゃんとどんな風に答えられるのかしらとか、あの僕なんかそのところってあんまり気にしてないというか、興味がないわけじゃないんですけど、あそうなるんだ、なんかそのあのちゃんと答えられてよかったねでもいいし、あのなんかまあもじもじしちゃったりとかいろいろありますよね。でそれはそれでなんかどうなってもふーんっていうかどうでもいいわけじゃないんだよ、なるほどねって思うだけっていう。でそれはそれでまあ見には行ってるんだけど、同時になんかその前に立つというですね、大役を毎日毎日やられている先生方に対するですね、なんていうのかな、
まあなんかその無条件に絶対的なリスペクトがあるかというとそこまでじゃないんですけど いやでも大変な競技であることは間違いないなとも思うんで、勉強しに行ってるっていう感じですかね。授業参観とかでいろんな先生見に行くっていうと。なるほど。あ、で、なんか同じ先生見てたりしてると、すごい成長する先生とかいらっしゃるわけですよ。まあ当然ですけど。それでなんかやっぱりさ、僕がちょこちょこ覗きに行く、自分の子の担任だけじゃなくて他のクラスも覗きに来るっていうのを割とこうお互い通じ合ってる先生とかも何人かいて、で目が合ったりすると、どうっていう顔をしてくるんだよね 割と最近俺調子いいんだよっていう表情で俺に目を合わせてくる先生とかいいんですよ いいよっつって なんか僕が大好きな先生が一番上の今高2の娘がお世話になってる、その小学校の時にお世話になってた先生が今でも小学校行くから、だからもう5、6年、7、もっとかな、見てるっていうか、一番下の子はね、今小学校だからずっとお世話になって、誰かがお世話になってるわけですけど、ちょっとまあ毎回毎回見るじゃないですか。で、まあ僕の大好きな先生が めちゃくちゃ黒板の字が下手で すげえいじられてる先生がいたんですけど、この間見に行ったらね、めちゃくちゃ上手になってて、まあめちゃくちゃ上手になってて上達してた。今客観的に見て普通より上手くはないんだけど 上達してて それでなんかまあ毎回ね、その授業参観があるためにその先生のクラス見に行って目が合うんで、まあ、どうっていう顔するわけよ いいよっつって やるんだけどさ、この間見に行った時に一番思ったのは字が上手くなったなっていう まあいい年なんですよ、結構な僕よりちょっと年下ぐらいかな、先生なんですけど、いやこの年でもちゃんと字をうまくするために頑張る先生とか素敵じゃないですか、なんかね、で、なんか前に立つっていうのは完璧だから立つんじゃなくて不完全な姿を晒してくれるっていうことなんですよね。暴言はもちろん良くないです 字も綺麗な方がいいです。説明もちろん分かりやすい方がいいし、まあ楽しい授業なのか、子供が授業を受けることを楽しみに思うようなものを毎回毎回ね、出せるかどうか、パフォーマンスできるかどうか、それはね、100点目指していると思うんだよ。だけどさ、毎回毎回それこそ子供の受けるテストはさ、頑張りさえすれば必ず正解があって、やりさえすれば絶対に100点が取れるテストを受けているわけですけど、で教科書もあってさ、努力さえすれば必ず報われる勉強だよね、子供がやってる勉強って。だからその 前に立つっていう先生の側のさ勉強ってさ、どこまで行っても正解がないし、あ、友人さんおはようございます。ね、どれほど充実してこう良かれと思って今日できたなーってなった時だって決して100点ではないわけじゃないですか。決して100点になることはない世界で、こうなんていうか前に立ち続けるっていうのは、なんかその競技やっぱりなかなかのことなんですよね。でも多分見ている側は
競技の厳しさをあんまり知らないっていう、そのいやプロなんだからさっていう割と厳しい目で見たりするんですよね。もっとこうできるでしょとか、こういう風にしない方がとか、あのそういう目線をね授業参観ではひしひしと注いでしまうというね、あのまあもしくはその自分の子だけにこうあの視線を集めててあんまり先生のパフォーマンスに目がいかなかったりと、まあどっちにしてもですね、あのなかなか日の当たらないものだと思うんですよね、前に立つっていうのは。でもなんかあのそれぐらいこう前に立つって、すごいなんていうの、競技ではないんだけどさ、あのすごいことじゃないですか。だからね、あの昨日アキラさんがさ、ケンタさんのあの伝説のシーンをちょっとね一部動画でサロン内にアップしてくださってましたけど、抜群でしたよねなんかそのいや参ったなと思いましたね、あのいやなんかそのケンタさんのあのね元坂出小学校の先生として受け持ってらっしゃるクラスを見て、で和田健一がそのクラスの子供たちのまああまりのこうなんていうかアクティビティというか自由でかつあのばらけずに、でもその先生のこう健太先生のさ逐一のマイクロマネージメントでそうなってるんじゃなくて、あの先生はこう本当に軸となるしところだけで声をかけるけど、それ以外のところは本当に自由にさせてるのに、だからまあだからこそすごい主体性を持ってこう子供たちは動いているんだけど、全然ばらけないっていう、まあお見事なクラスで、それに感動したって言ってたんですよね、和田健一が、和田健一校長がね、うわすげえとなったっていうふうにね現場で見て思ったっていうんですよね。で僕もあのその坂出小学校に、まあ、健太さんが僕を呼んでくれて、あの天気の授業をしに行くっていう話が実は一回あの実現しかけたんですけど、まああの動くなというあの情勢だったのでね、まあ、それが結局叶わなかったんですけど、あの現場には行けなかったけど結局後日ね、Zoom で授業というかあのいう形でやったんですよ。でその時に、まあ、あの僕が前に立つっていうよりはあのケントさんのクラスのケントさんと校長の間にそんな過去が、うん、そうなんです、そうなんです、まあまあ、まあ、ケントさんが先にその校長の発信革命理論の講習を受けて、なんかその自分のやりたかった教育を実現してる人がいるってなって素晴らしいってなって、でぜひうちの学校にもつって、逆にじゃあ今度うちの学校に、そのケントさんの小学校にあの校長が行ってやった時に、まあ、校長は校長で今度健太さんの受け持ってるクラスを見るわけじゃないですか。でお互いその目指してる志が一致してるっていうのを、その僕も共感してるんですよっていう言葉以上に自分がこう作り上げてるフィールドを見て、そのそこで動いてる子供たちとか、まあ、周りの人たちね全員、それがもうその健太さんをがやなそうとしてきたことの、まあ、作品としてこう全てが詰まってたりするんですよね。ケントさんがこう言葉で訴える以上にやっぱりそのクラス見れば一目瞭然っていうねことがあるわけですよ。でまあそれで校長とケントさんの間にはその目指すとこが本当にお互い一緒なんだねっていう、ことになったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、校長自身がこういうことを話されてたっていうのをどこで聞いたんだっけな、確かサタデーナイトミーティングの回だったと思うんですけどね、はい、
で、まあ僕もね、その健太さんのクラスの授業を何かしらじゃあやろうか、オンラインだけど何かやろうかってなった時に、まあ健太さんのクラスの方で何かまあ5人1組ぐらいの班作って、その班ごとに好きなテーマで天気の何かしらあのテーマ決めて調べ物して、発表するのを僕が聞くっていうそういう中身にしたんですけど、その時もね、やっぱり健太さんの、まあ全然その健太さん自体はその司会進行とかじゃなくて後ろにずっといたわけですけど、まあ、めちゃくちゃこうやっぱズバ抜けてんなと思いましたよね、はい、でもちょっとこれ話すと長くなっちゃうから今日ね、これから読み聞かせなんですよ、ちょっと長くなっちゃった、今日はこの辺にしますまたユージンさんとも健太さんとも交えつつね、なんか話せたら朝まで話せそうなことはたくさんある気はします。はい、ということで、あれ、ご挨拶全部したよね忘れてたけどはい、今日も一日皆さんどなたと笑いますでしょうか。良き一日をお過ごしください。じゃあね、ユージンさんありがとう。